すいません、そば打ち体験予約してます、秋山です。お待ちしておりました、秋山様。あれ、あなたがいるってことはまさか、あそこ、わいるわ。あ、絶対、ほらもう絶対そ、あーほらそうじゃん、もう絶対そうじゃん、もう絶対ほら、バチェホさんだ。また会えたね。どこにでもいるじゃないですか。じゃあ早速そば打ち体験やっていこうか。そば打ちしに来たんですけどね。うちはそばの実じゃなくて歯を使っています。どういうこと。はい、こう歯を使ってるから。歯を、うん、この歯を使ってる。うわうわあれ、これ全部全部歯ですかこれ。オーガニックの、こう、オーガニックの歯使ってるから。ちょっと怖いですって、これは。何これ。もうこのね、今の時期の新そばはもう本当に美味しいですよ。怖い怖い。ねえ、妖怪ですよ、やってること。いやいや、もう妖怪。これだけでも本当に美味しいの。え、いやいや、そんな、それだけってもう歯ですから。よかった、よかった。もういやいや、いいいい、食べるもんじゃない、歯ですもん。美味しいのよ。うわ、食べた。うわ、美味しいよ、これ。食べた。え、うわ、うわ、これ虫歯だ。虫歯じゃなくても食べれない。虫歯どうこうじゃなくて虫歯ないです。虫歯入ってた、ごめんね。そもそも気持ち悪いわ。じゃあ早速やっていきましょう。まずはバチオがお手本見せるから。はい、うん、走ろ。改めましてバチオです。バンドさんがすごい笑ってます。じゃあこれ回していきます。はい、はい、いや無理。はい、え歯で回すんですかそれ。やりにくいでしょそれ。無理ですって、それ歯でやる仕様じゃないですからそれ。うわうわうわ、ただただやりにくいですよ。大丈夫ですか歯、大丈夫ですかそれ。歯負荷かかってますよ。歯、ああ大丈夫ですか。重たいからこれ。大丈夫ですか。じゃあこれをやって、で次はこねていきます。はい、よくわかんないですけど、はい、はい、出来上がった生地がこちらになります。こうなります。歯をゴリゴリ吸ってこうなります。こちらになりますんで、これをこねていきます。はい、ちょっと間見たいけどな、そこに行くまでの、はい、こねていきます。え。いや、連動してるんですか。どういう仕組みなんですかその連動して。あ、ちょっとちょっと、あっきひどいよ。関係ないでしょ、僕関係ないでしょ、これ。ひどいよ、アッキー。ほんで、こっち痛いのに、こっち全然痛がってなかったですか。え、こっち全然、するの痛いでしょ、これ、歯。は。いや、もういいです、もう何でもいいです。ごめんなさい。で、これ打っていくときに、使うのはこちらです。はい。え、なんそれ。これもう、どの、ね、家庭でもあると思うんで、こちらで打ってきます。ない、ない、ないです。これでこうやって打っていきます。歯型をつけてあげます。あげなくていいですよ。はい、これをやることによって歯ごたえが出てきます。これで、はい、この工程で歯ごたえが出るんですか。はい、これで歯ごたえが出てきます。あ、そうそうそう、それで今のうちにこれもやっていきます。あ、わさびね、まあまあ、そば、うん、にはね、わさびいいですけど。で、これハサビをこう吸っていきます。ハサビね、すいません。こちらもどこの家にもあるコツのハサビおろしでやっていきます。ないです。ない、うん、見たことがない。家にあるとかじゃなくて、どこにでもあると、ね、邪魔でしょ、歯が。それ歯ない方がすりやすいでしょ。これで吸ってきます。こうやって、こうですね。ね、いいいい、塗らなくていいっす。その歯、歯にね、歯に詰まったみたいになってますから。汚い、歯が汚れてく。あ、連動してるから辛いでしょ。ね、ちょっとハーンとする。ツーンとしなさいよ。鼻がツーンとしなさいよ。ハーンとする。歯がハーンとしないで。歯がハーンとする。鼻がツーンとしないと。じゃあちょっとアッキーやってみて。いいですよ。やんないです、気持ち悪いから。え？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 緊張してる？いや、してないです。今回、なぜアッキーに蕎麦を食べてもらいたかったのか。もっと蕎麦にいてほしいという思いを伝えたかったからです。バジャレです。そばだけにそばにいてほしい。バジャレです。それではアッキー、自分で作ったソファ食べてみて。めちゃくちゃそばみたいになりましたね。ソファだけどね。すごいな、うん、じゃあいただきます。はい、あれ、これ何ですか。箸です。箸。はい、歯が何個ありますか。4本。そう、歯が4、歯
箸あーなぞ そこまでかかってるんですね。いただきます、うん、食べてみて。うわうわうわ、こうですか。使いにくいなこれ。使いいただきます、うん、うん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 、なぜか美味しいです、うん、歯ごたえもあるでしょ。わかんない、わかんないですもん、うん、美味しいです。はい、ありがとう。それではお待たせしました、バチェオライブの時間です。またライブやるんですか。毎回待ってないんですよ僕。別にそれ何ですかそれ。あ、なんかいやいや、音楽番組とかでつけてますけど、アーティストの方がね、なんかライブとかでこうつけてるやつね、いらないでしょここで歌う分には。いいいいいい、その調整しなくていいよ。ねえねえ、なに、なんかスタッフさんいるんですか。音調整しなくていいですよ。音何を調整してるんですかそれ。何のレベルを上げてるんですかそれ。調整できたの。それでは聞いてください、壊れかけのバチェオ。いつも歌って、壊れかけのレディオじゃなくて、何も生えてない、何も生えてない、何も磨かせてくれない、変な歌、僕の前歯が昔より大人になったからなのか。歌い方なんか、思春期に少年ら入試が受けない、ちょうどハーナイコいた、屋根を探していた、ちょうどいたけどハーナイコ、上に投げるためにありますけど、そういう風習なんだ。飾られた行き場のない、押し寄せる歯並び、押し寄せる歯並び、本当の前歯磨かせてよ。変な歌詞、ずっと変な歌詞。壊れかけのバチェオ、どういう状態なんですかそれ。壊れかけのバチェオ。え、アキどうだった。いや気持ち悪い歌ですよ。なんかあとこれギター結局弾いてなかったですよ。いやいや、ハッとしなくていいですよ。恥ずかしいな。そんなつもりじゃないです。